名古屋市場駅は、かつて、愛知県名古屋市厚田区、川並町にあった日本国有鉄道の駅、東海道本線貨物支線の終着駅であった。地上駅で名古屋市中央卸売市場本場の中に、プラットホームが設置されていた。ホームは、専業卸売場と、円管、聖火、卸売場の2カ所に分かれていたが、二役線や対比線は一体となっていた。 当駅では主に卸売市場を発着する水産物や青果物などを取り扱っていたが、日本冷蔵専用線を発着する貨物も取り扱っていた。日本冷蔵の倉庫は市場の西側にあったため、白鳥駅から分岐していた専用線と八幡信号場方面からのホームへの線路が平面交差していた。1966年時点では1日6本の 貨物列車が稲沢駅で軽装され、全国からの貨車を牽引して到着していたが、トラックの普及や高速道路網の整備などのため、取扱量が減少し、1978年に廃止された。全国に数箇所あった市場駅の中でも一足早く廃止されている。廃止後、市場の改修が行われたため、ホームなどは残っていない。 また当時あった日本冷蔵の倉庫もすでに取り壊されているが、日霊ロジスティクス東海の本社は現在も当地に置かれている。ありがとうございます。